こんにちは、スキテニスのヤヒロです。今回はフォアハンドストロークの基本、結論簡単ですというテーマでお話をしていきます。今回の動画の対象者はフォアハンドストロークの打ち方の基本が知りたい、フォアハンドストロークが苦手で何とかしたい、綺麗なフォームで打ちたい、そんな方へ向けた内容になります。本題に入る前に簡単に私の自己紹介をさせてください。現在私は福岡県の久留米市という場所でフリーランスとしてテニスコーチをしています。レッスンは主に打ち方の改善をベースに試合でも使えるように指導しております。打ち方の改善をメインにしている大きな理由は、私自身が大学時代にイップスという精神的病気になって試合で全く打てなくなったところから、打ち方の改善により思い通りのプレーができるようになったという経緯があります。そんな私がフォアハンドストロークの基本を話していこうと思います。それでは早速本題に入ります。フォアハンドストロークの打ち方を考える上で大事なことが3つあります。1、怪我をしにくい動きであるか。2、楽にボールを飛ばせるか。3、いろんな状況に対応できるかの3つになります。それでは1つずつ掘り下げていきます。まず1つ目の怪我をしにくい動きであるかを解説します。怪我をしにくいかどうかの判断基準があります。1、太い関節をメインに体を動かせているか。2、体の重さを利用して打球できているか。3、ラケットの急激な方向転換が起きていないかの3つになります。怪我をしにくい動きであるかの1つ目、太い関節をメインに体を動かせているかからお話をします。体の中で太い関節は、まずは首がよく動いているか、肩がよく動いているか、股関節がよく動いているか、首、肩、股関節がよく動く姿勢や体の使い方が必要になります。怪我をしにくい動きであるかの2つ目、体の重さを利用して打球できているかですが、相手が打球したボールが自分のコートに落ちるまでにテイクバックを完了して、肩から先の、長く重たい腕、ラケットをゆっくり大きく振れるかがポイントになります。怪我をしにくい動きであるかの3つ目のラケットの急激な方向転換が起きていないかですが、2つ目のポイントでお話をした早い準備からゆっくり大きなスイングが鍵になります。ラケットとボールが当たる瞬間に力を入れるという方がいますが、ラケットとボールが当たる瞬間に力を入れるということは、その前に必ず力を抜くので、力を抜いた後一気に入れると、その時にラケットの急激な方向転換や当たり損ない、ボールが当たる衝撃による怪我が起こる可能性が上がります。力を抜いて打ちたい方は、打つ前にむしろ力を入れて打つ時に抜く方がうまくいきますので、ぜひ試してみてください。自分がどんな風に打っているかがわからない、そんな方は前回お話した動画撮影をして自分の姿を確認してみてください。それではフォアハンドストロークの打ち方を考える上で大事なこと、2つ目、楽にボールを飛ばせているかの解説をしていきます。楽にボールを飛ばせるかどうかは、テイクバックを深く高く準備できているかが大事になります。テイクバックが深く高いということは、ラケットがボールに向かうまでの助走距離が長いということです。自転車で下り坂を下るように、腕とラケットの長さ、
重さの移動に任せてボールを飛ばせるかが大事になります。ここでお伝えしたいことは、パワーイコール筋力ではありません。パワーイコール重さになります。では筋力は使わないかというと、もちろん使います。筋力は何に使うかというと、調整に使います。ラケットをボールに近づける、ラケットが暴れないように固定として使う、ラケットが速くなりすぎないようにブレーキに使う、などいろんな方法があります。逆に怪我をしている方やボールが安定していない方、疲れやすい方はボールを飛ばすことに筋力を使っています。重さを使えているかが自分ではわからない、そんな方はチェックポイントがありますので自分で確認してみてください。1. 打球の瞬間に呼吸が止まっていないか。 2. 打ち終わりに余韻があるように楽に腕とラケットを触れているか。 3. 打球の瞬間に当たり損ないをしたときに手が痛くないか。抽象的で申し訳ないんですけども、楽な呼吸でふわっとスイングが終わっていれば重さを使えていると思います。それではフォアハンドストロークの打ち方を考える上で大事なことの3つ目は、いろんな状況に対応できるかを解説していきます。テニスは野球やゴルフのように止まって打てる状況の方が少ないと思います。走りながら相手がいないところを狙えないといけません。よくテイクバックはコンパクトにした方がいいという方がいますが、それは状況をあまり考えていないアドバイスと私は思っています。いろんな状況とは、イレギュラーに対応できるか、走りながらいろんな方向に打てるか、回転などによる変化に対応できるかなどを指します。例えばボールがイレギュラーするとします。テイクバックをコンパクトにしている人は、一旦準備したラケットをもう一度引いて打球することになります。よく言われる二度引きです。深くテイクバックをしている人はボールとラケットのスペースを深く取っているので、前に向かってスイングをしている途中でもボールの方にラケットを向かわせながら調整することができます。深く準備したら、間に合わないんじゃないかと思うかもしれませんが、そのために早い準備が必要になります。振り遅れが多い方は動画を撮影して自分の姿を見てみてください。おそらく準備したラケットを直前でもう一回引き直しているはずです。それでは今回はフォアハンドストロークの基本についてざっくりお話をしました。まだまだ説明が足りないところがあるのが事実です。ですが今回の動画で一人でも参考になったという方がいれば嬉しいです。また、頑張りますのでぜひ見てください。ここまで見ていただいた方々には、本当に感謝いたします。ありがとうございました。